日常演舞の食うたにようこそ。さて本日の演舞はこちら。ではごゆっくりお楽しみください。こちらファミリーマンのスイーツモンスターふわまろみやちいこさんです。ちょっと可愛い感じですね。で、ふわまろというのは、ライフジュースの中にレアチーズ部分が挟まっているといわれていますね。これは美味しい。もっちりもっちり。牛乳じゃなくて蒸しパンかもしれません。まあ、どっちでもいいですよね。では、いただきます。チャンネル登録よろしくお願いします。牛皮が蒸しパンが曲がりました。これは牛皮ですね。もちっとした食感、中ではなく外に挟んでいることによってより牛皮の食感を感じることができて美味しかったです。レアチーズクリームもさっぱりしていて程よい感じで混ざってくれて良かったですね。というわけでこちらも点数とさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。演舞終演。お楽しみいただけましたか？もしそうでしたらチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。ではまた次回の演目でお会いしましょう。